シャルはタレントさんがいてそこんちはいっぱいだってケージが。あそう、ウサギの繁殖率は大きくすごいすごいですよね。でもそのマルさんところのウサちゃんはオスとメスだけど気はすごく合ってますって書いてあります。でもポルちゃんもなんかウサギちゃんの友達一緒に遊んでる好きなの。そういう経験がないので、どうするかな、自分の世界。そうそうなんですよ。だからそういうちょっと、ちょっと怖くてできないそういうのもあります。でね、あとウサギはこのタイトルにも由来するんですけど、ウサギのお目目ってどうしてこういうタイトルにしたかっていうと、あのウサちゃん寝る時も目をね開けて寝るんですよ。本当、閉じて寝ないの。寝る時もなんでわかるの、なんか起きてる寝てる。ああ、なんでわかるか。なんか結構ねウサギはあの夜行性って言って、だからお昼間寝てることが多いんですけど、だから鼻もピクピクしてないし、もうただじっとしててもこれ絶対寝てるなと思うけど、目は半開きまではいくけどしっかり閉じることはないですね。公園デビュー目指そうって書いてありますうーちゃんはね、はい、うちのポアロス、あ、うーちゃんが飼ってるうさちゃんは、うーちゃんはあの女の子なんですよ。はい、でうちのポアロちゃんのお嫁さんになりたいってこの間から言われてます。お嫁さんまだいりません。だって。かわいい。まるちゃんはケージを並べてドライブにも行きますって書いてあるよ。うーちゃんは若いよそりゃ。1歳だもん。はい、ビデオ見ましょう。はい、これから動画見に、ね、一緒に皆さんで見ましょう。ね。あ、これはね、そうそう、これはね、ロメちゃんって言って、あのやっぱりツイッターのお友達がこの動画をあの送ってくれました。もうさっきすごい早かったよね。あのね、このうさちゃんはネザーランドドワーフっていう種類。女の子なんですけど、女の子です、あのネザーランドドワーフっていうのはあのピーターラビットって知ってるでしょ。ピーターラビット、知らないです。そうか、ね、ピーターラビットってすごく有名なあのイラストになってるウサちゃんがいるんですよ。そのモデルになったウサギさんです。あ、そうなんだ、でもなんか女の子のウサギちゃんと男のウサギの性格が一緒ですか。私は買う時に聞いたら男の子の方がおっとりしてるよっては聞いたんだけど、今まではあの犬、ワンちゃん飼ってた時もメスだったし、だからなんとなく自分も女なので女の子の方がいいかなと思ってたんですけど、やっぱり違う。違う。でウサちゃんあの男の子の方が結構ゆったりしてるよっては聞きましたけど、どうなのかな、その辺はちょっと聞いてみましょうか。女の子を飼ってるウサギちゃん性格はどうですか。どうですか、教えてください。心がいいとそうだからロメちゃんもね、これね、あ、今なんかちっちゃい車なのか、なんかいっぱいおもちゃがある、ね、かわいい、ね、目がクリクリしてる、かわいいね、すごい大きい、大きい大きい、白目ないよね、ない、そうそう、ウサギはない、うちとこも赤いお目目ですよ。え、ほんと、うん、ウサギなんか散歩とか行かないですか。あの結構最近テレビなんかでも結構う散歩って、あ、女の子は気が荒いって言ってます。う散歩ってってね、結構こうクローズアップされてますけど、私はちょっと外にはちょっと、危ないしね、あのね、この、なんだっけ、なんて言うんだ、あの、あ、わかる、あれをね、させてくれないの、うちのポアロは。買ったんですけど、私重いし、重いかな、なんかね、お洋服みたいになっててこう、着せようと思うと逃げちゃって、結局ちょっと無理だなと思ってやめました。その代わりあのバルコニー、あのベランダに出してやって、暖かい日は好き、そういう風にします。じゃあ、あの、いいよ、いいよ、あの、こんな感じで皆さんが飼ってらっしゃるウサちゃんをどんどん番組で紹介していきたいので、あのどんどん動画を、あの投稿してください。あの携帯でもいいですし、デジカメでもいいですし、はい、どんな方法でもいいので、はい、どんどん探してください。はい、はい、ちょっとじゃあこの辺でこれをチェックしてみようか。たくさん、はい、ちょっと上、上行きます。じゃじゃじゃ、もっと上、もっと行こうか、もっと上、どこ行ってるんだ、あ、もうちょっと下でもいいかな、さっき女の子の気象はって聞いたら、うーちゃんが
あの荒いよって言ってて、ないですか、うん、結構勝ち気だって言ってます。ああでもまるちゃんところの女の子は甘えん坊だそうです。だから個体差って言って、やっぱりうさぎも人間と一緒で、うん、一羽一羽性格が違うと思うので、あその辺は若干違うかもしれないですね。ちょっと下下げましょうか。はい、なんかかじってるって書いてある。あ、さっきのロベちゃんのことだなきっと。うん、そうだ、ロベちゃんがかじってて、うん、ケージから出たからその話をしてると思います。うーちゃんは前も言ってましたけど、あのまずうーちゃんを撮るためにお部屋をきれいにしてから撮るって言ってました。ツンデレってなんだ、メロメロ。フィグナムさん、ツンデレって何ですか。最近ツンデレって言葉よく聞くんだけど、よくわかりません私。ツンデレか、ツンデレってしてるって意味かな、知ってる、ツンデレ、わかんない、わかんないよね、うん、ツンデレって何ですか。ツン多分そういうことかな。うん、うん、皆さん、あのお家はあのこの際ですから綺麗にしていただいて早く動画送ってください。あ、書いてある、ツンってしてるくせにデレってすることだって。あ、ツンデレって言うんですって。一つ勉強になりました、今日、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ね、あ、そうそう、ツンツンしてて、そのうちデレッとするって、みんな同じですね、やっぱりね。うん、よくしてるね。ね。すごい。三万の言葉じゃないですか。うさぎに。いや、うさぎだけじゃないと思うけどな。私なんかこの間ツイッターでその文句を見たので、なんだろうそれと思ったら。勉強会。はい、はい、ツンデレ勉強会終わりました。はい、うさぎは性に敏感って言ってます。はい、では次のコーナー見に行きましょう、はい、お願いします。はい、最近いろんなサイトで話題になっているうさぎちゃんの動画を紹介したいと思います、はい、最初はこちらニコニコ動画で犬のさん投稿って書いてありますね、うん、お願いします。え、これ まさにこれお外にいるうさちゃん、おお、すごいかわいい、すごい、なんか細いね顔がね、え、どうなってんだこれ、なんか文字 見えないですか。この子はね、ホーランドロップって言って耳の垂れたうさちゃんです。かわいい、そうそう、うさぎもすごいいろんな種類があって、これからまたどんどんと、すごい毛なんか、おお、ほんとだ、かわいい、かわいい、ね、真っ黒真っ黒これ多分黒じゃないんじゃないかな、セーブルって言ってちょっとグレー系じゃないかな、 あら、葉っぱがかわいい、かわいいね。そう、のんびりしてるみたいね、うん、リラックス、すごくリラックスしてますね、うん、おこの鼻がね、この V 字の鼻がウサギ特徴なんですよ。この鼻をもぐ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 ふにゃふにゃふにゃって刺してる、それがかわいい。あら、なんかついてるここね。この子はだからお外に行くために、あ、散歩、そうそうそう、お散歩用にくっつけてもらってると思います。散歩してるのか、ウサギのね、あ、この子はうちのポアロ君によく似てる、多分ね、ドワーフフォトのミスマークじゃないのかな、うん、結構こうやって黒白でね、うん、かわいい、おいっぱいいる、いっぱいだね、の目すごいかわいい、丸くて、ね、ちっちゃい、この子たちは多分赤ちゃんだな、うん、多分赤ちゃん、うん、あ、お洋服着てる暖かそう、お洋服着てる、すごい、こんなことできないうちの子お、これなんかおとなしい、あ、この子もちょっと変わった感じでかわいい ねなんか お大きいのかに、うんうん、でもね、うさぎ、あ、この子もうちのパーロに似てますね、おかわいい、うん、これピンク、鼻のピンクすごいかわいいね、そうそう、鼻ピンク、ピンク、ね、鼻はピンクです、まあ、手もちょっとピンクでしょう、手全部毛見えないですが、なんかあのね、肉球は見えないよ、え、ほんと、あれ、ワンちゃんは見えるけど、多分あ、うさぎ見えない、見えないの、この子もホーランドロブ、かわいいね、すごいかわいい、ね、聞こえるかな、うん、はよそうそう、あ、この子